あなたの名前は何ですか名前を教えてください。あなたは何歳ですか歳はいくつですか年齢はいくつですかあなたの田舎はどこですか あなたの出身はどこですかあなたはどこから来ましたかあなたは独身ですか子供がいますか何人ですか 恋人がいますか誕生日はいつですか身長は何センチですか体重は何キロですか先月は何月でしたか 今月は何月ですか来月は何月ですか去年は何年でしたか今年は何年ですか来年は何年ですか 今は何時ですか毎晩何時に寝ますか昨日何時間寝ましたか毎日何時間勉強していますか 日本語のクラスは何時から何時までですか？今までどのぐらい日本語を勉強しますか？abc へ何をしに来ましたか？どうして？ ABC で勉強しましまたか ABC で勉強する前に何をしましたか仕事の経験がありますか働いたことがありますか 仕事でわからないときどうしますかなんで日本で働きたいですかどうして日本へ行きたいですか 日本へ行く目的は何ですか日本で行きたいところはどこですか寂しい時どうしますか寂しい時何をしますか 休みのとき何をしていますか？暇なとき何をしていますか？どうやって日本語を勉強していますか？日本についてどう思いますか？ 日本語についいてどう思いますか日本語の勉強はどうですかどんなところが難しいですか日本の料理を食べたことがありますか どんな料理を食べましたか。どうでしたか。自分で料理が作れますか。どんな料理が作れますか。長所は何ですか。短所は何ですか。足のサイズは。 何センチですか。服のサイズは何ですか。あなたの一番好きな言葉は何ですか。最初に覚えた言葉は何ですか。熱があるとき、どうしますか。 日本に行って、も日本語の勉強を続けますか毎朝起きてから何をしていますかどうやってお金を貯めたいですかいくらぐらいお金を貯めたいですか 100万円があったら何をしますか?」「3年後何をするつもりですか?」「プラスのあと何をしますか?」「フィリピンはどんな国ですか?」「先生はどんな人ですか?」 みんな頑張ってください